今回のこんな時どうするは、2段グリーンへのアプローチのポイントです。状況はボールからピンまで30ヤード、グリーンまでは5ヤード、乗ってから25ヤードの間に段差があります。ここではクラブ選択が重要なポイントとなります。今回用意したのは56度のサンドウェッジ、ピッチングウェッジ、7番アイアンを用意しました。各クラブを打ちながら解説していきます。ポイントは落とし場所です。傾斜ではなく平らな場所に落とし場所を設定しましょう。ここでは手前と段の上、段の手前と段の上の2箇所です。手前のポイントを狙って打ってみます。56度のサンドウェッジでは段を上がりきりません。次はピッチングウェッジです。ピッチングウェッジでも段を上がりきることはできませんでした。最後は7番アイアンです。少しオーバーしましたが、カップと同じ段までボールを運ぶことができました。手前の段に落とす場合は、ここでは7番アイアンがベストでしょう。次は上の段に落とし場所を設定して打ってみます。7番アイアンはオーバーするのが分かっているので、ピッチングで打ってみます。次はサンドウェッジです。ピンの近くに寄りました。ここでは56度、サンドウェッジでやや高いボールを打つのがベストです。今回のように段差のあるグリーンでは落とし場所を平らな場所に設定して、クラブを選択しアプローチしていきましょう。